予報センターから大雨に関する情報をお伝えします。現在九州北部や山口県を中心に激しい雨が降っています。皆さんからいただいているリポートを確認してみたいと思います。ご覧のように日本海側のエリアを中心に豪雨といった激しい雨の表しますリポート増えています。可視画像の衛星画像を加えてみますと、発達した雨雲が所々にあるという状況がわかります。現在九州北部それから山陰にかけて広がっているものなんですけども、もくもくと発達している雲であるというのが見て取れます。そしてさらにその西側を見ていきますと、最終島近辺こちらにも次にやってきそうな発達した雲があるというのがわかります。日本海側に向かって次々に新しい雲が発生しやすい、動いてきやすいような状況ということになります。一つ一つの雨雲はレーダーで見ますとご覧のような形になっているのが分かります。雲が発達している中心では赤や黄色の栄光が出ているということが分かります。この下で皆さんからは豪雨といったリポートが増えているということになりますし、各自治体からも避難の情報が出ているというような状況になっています。これらの雨雲短時間に見ていきますと少し南に下がる傾向があるんですが、全体的には西から東に動くというような形になりますので、同じようなエリアで雨が続くことになりそうです。今後の雨の予想に切り替えていきたいと思います。今後もほぼ同じようなところで雨が降り続くことになります。そしてこの先にあります北陸ですね、こういったところにも雨雲がかかるというような状況になりますので、これから明日にかけて日本海側を中心としたところで強い雨、激しい雨継続することになります。明日未明から一旦雨弱まるところがあるんですけども、明日午前中から次の発達した激しい雨を降らせる雲、これが再び日本海側を進むような形になっていきますので、これから明日にかけての雨の量、かなりまとまったものになるということが言えるかと思われます。今後の雨の予想です。今日15時からあさって月曜日15時までの積算降水量、これ予想になりますけれども、日本海側のエリアを中心に雨の量が増えてくるというのが分かります。今後さらに100ミリ以上が黄色、そして200ミリを超えると赤で示してありますけれども、山陰それから北陸の山沿い、こういったところで雨が降り続いて積算量も多くなってくるということが想定されます。今後も引き続き警戒の方をお願いしたいと思います。以上、予報センターより最新の大雨情報をお伝えしました。